もう時間は限りがあるぞ、無限じゃないよ、ね、もう限られた時間、今日のこの時間でさえももう二度とないんだから。切り返し仙人がまだ高校2年生の頃、よし1年生集まれ、今日は先生と先輩がいないから2年生の私が部活を仕切ります。切り返しパイセン、祝よろ。そうだ、今日は誰も見てないから係り稽古を3本だけに減らそう。そんでもって打ち込み稽古も2本だけ、どう？おお、超楽だから切り返しパイセン大好き。いや、それならいっそのこと今日は稽古全部やめて海に泳ぎに行きますか。パイセンパイセンパイセン。切り返し仙人は後輩に嫌われたくない一心で人気取りのため稽古内容を緩めまくるのであった。ガラガラガシャン。これなんか違うよね。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。おー、皆さん、先生や先輩が見てないからって稽古の手を抜いてないですか。僕はやってました。今思えば恥ずかしいです。もう超反省です。その時は分からなかったんだけど、それって結局自分の楽したいっていう気持ちや安っぽいプライドや根拠のない自信がそれを邪魔してるんですよね。そういう人は自分で自分の可能性を狭めてます。損してるんです。もっと素直になりましょう。これ今自分に言ってます。全部自分に跳ね返ってきます。ぐさ。今日は稽古への取り組み方、心構え、モチベーション、姿勢、このあたりの動画になります。ちょうどいいのが今月号の剣道日本2022年の10月号。この中で今年の関東大会男子団体優勝した栃木県の小山高校の監督で鈴木慎太郎先生の記事がありました。今月号の剣道日本買ってもらうと普段の稽古風景が見れるようになってます。で、今日の動画では鈴木先生が普段の稽古の中でどのような声掛け行っているのか、生徒さんの一人一人が決めた目標にどうやれば近づけていけるのか、ちょっと聞いてもらえたらと思います。特に今の稽古や部活がただただきつく感じている人、指導されている先生の考えがいまいち理解できない人、今日のビデオを見るだけで自分自身を奮い立たせることができます。ぜひ聞いてください。それじゃあ夏場に入って、まあ、短時間で集中してというところで、ある程度のこの練習の流れっていうのがこうできてるわけだけども、そこでこう惰性にならないように、あ、またこの練習だという形で、ただこう形式的に表面的な練習で終わってしまわないように、この練習がどうやって実践に結びつくのか、とこの練習の中でどこを注意しなきゃいけないのか、どこが大切なのかというところをちゃんとやっぱり詰めて練習していかないと、もうただでさえ短時間でだいぶ圧縮した練習なわけだから意味がないぞ。もう時間は限りがあるぞ、無限じゃないよ、ね、もう限られた時間、今日のこの時間でさえももう二度とないんだから、だから一回一回の取り組み、目の前の一つ一つの取り組みっていうかね、そういうものがやっぱり自分の夢につながっていくんだからな。そこら辺をちゃんと意識を目の前に置いて、そして先を見据えて自分のやるべきことを見極めていかなきゃダメだぞ。が、はいはい、あ、おい弁のところ、もう毎回言ってるけど一挙動をしっかり設定しろよって言っても、やっぱりそこが自分でやってるつもりなのかできてないものもやっぱりいるんだよね。もう攻め足を使って間を詰めで最後の3歩、もう3歩目でこう手が動き出しちゃう、もうそこじゃなくて そこをしっかりためなきゃ、3歩目まできちっと入ってここでしっかりためて、パンと一挙動の打ちを出せないと、でそこをしっかりと意識して徹底して、でせっかくこんだけのスペース使ってる中で向こうの白線までしっかり打ち切る、打ち抜ける、そこをしっかり円を切らないように気持ちをつないで3本いけるようにします。が、はいはい、ただのパターン練習、約束練習にならないように、特に引き技っていうところで試合で1本になるかどうか、自分が打った技が、そこをちゃんとやっぱり確認しながらやること、その中でやっぱり動きの中で出す引き技なんだから、内が流れてしまったり自分の体がぶれてしまったりしないように、しっかりと相手の勢いをターン止めて、そこからしっかり一本になる技が出せるようにします。あ、はいはい、ただの打ち込み稽古じゃなくて、やっぱしないを振るってことで、小手面体当たりってことは面よりも多く一回多く振らなくちゃいけないんだから、しないをしっかり振れるようにすること、それからただ振るだけじゃなくて一本になるような力強い打突ができるようにすること、前も後ろも、ね、そういうことによって攻撃力をやっぱりつけるっていう意味合いがあるんだから、そこら辺しっかり意識しながら一本になるように、チャン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 じゃなくてしっかり一本一本しっかりしない振っていいか。はい、じゃあ課題練習、いつも言う通り
ただね、やって満足するだけ、面打ちから始まって、はい、固定ひとしきりやって、はい、ね、自己満足じゃなくて、試合で自分がどの技で勝負するのか、あるいはこれからどういうことを身につけて、あるいは磨いていきたいのかというところをちゃんとやっぱり的を絞って練習してできるように、もちろんその中には引き技もあってもいいし、で立ち合いからの面、あるいは固定、ね、その形だけじゃなくて、その打つ前にどういう形を作って打つのか、相手をどうやって動かしたいのか、どういう場面を想定してその技を出すのか、そういったところをよく考えながら、ね、的を絞ってしっかり練習してください。はい、切った後、すぐもう左手が右手を追い越しちゃう。はい、パンと追い越しちゃう。伸びがなくなって力が上に抜けちゃうから、この右手は相手の目にバッと刺しちゃう。はい、ね、出足のつま先がピョンと上がっちゃうと前に行かないよ。戻っちゃうよこれ。膝をしっかり出す。はい、固定打った後はどういう寄せ方すればいいの？足の使い方は。足さばきをそうです。固定打った後もう一回踏み込みなさいって言ってるじゃん。入りなさい。八代優なんかそういう動きをしてるから木ではいい動きするんだろ。そういうのやっぱ考えなきゃ、はい、どういう動きしてんのかな、先生がどうなんて言ってんのかなって考えなきゃ、はい、だから自分でできることやってるんだけど、はい、2回踏み込もうとしてんだけど固定って言ってこの辺で踏んじゃってる。こっちに踏まなきゃ、相手の方に、はい、寄せるために踏んでんだからこっちに踏まなきゃ。まあ、2歩目が全然踏めてないぞ。はい、ただもう状態だけで突っ込んで、これ打たれるだけだよこれ。はい、打った後打たれないようにこっちに踏まなきゃ、相手の近くに、はい、近くに2歩目出さなきゃしっかり。はい、きついところで試合だってそういう場面あるんだから。ああしんどいな、一本取らなきゃいけない場面で攻めて打ちまくってそれでも捉えきれない、でそこで諦めて待ってしまうとか、最後の気力を振り絞って最後まで戦えるとか、そこはやっぱ気力の問題ですから、そういうところを練らなきゃ、最後まで気持ちを切らないでしっかり攻め続けないと、一本一本が雑になれないようにしっかり練ないか。はい、はい、通常も夏休み準備が始まって、この夏が大事だと、それぞれの立ち位置で、大丈夫曲を今やることに手を挙げて、しっかりなさいという話をしているんだけども、やっぱりそこら辺を、どんだけね、自分が自覚してやっていけるのか、ね、言われてもやらないように自分次第だからね、これ昔から言っている伝統が強くなるのは夏場と冬場、ね、この夏にどんだけ、力を加えることができるのか、そこら辺というのは、やっぱり自分自身の意識でも、不平不満には誰でもできる、小学生でも優先するできる。暑いよ、なんでくだらないよじゃなくて、上の行き場があったら、この場所でどうやってたら何が誰のことがあるのか、この環境でどうすればいいのかな、もう短時間で集中してやるしかないし、その凝縮した練習の中で自分を引き上げていかなきゃいけない、磨いていかなきゃいけない、で自分の戦い方をしっかり確立させていかなきゃいけない、だから惰性でやってたらダメだと、絶対強くならないよ、でも時間は巻き戻ることができないと、ね、先生が学びたいんだけど、どこか絶対弱いって言ったら前に出てくる、あ、いいやと言ってないから、ここがいいんだ、人が知らないから、出てるしな、そのぐらい、その積み重ねが、妥協の積み重ねが、大事なところで転がらせるように、一歩一歩イメージしなくていいんだな、一歩一歩がどうだろうとか、もうならないよ、全て自分がやったことで、良くすればみんな使われるとは限らない、という趣味なんだから、だけども、努力をしなければ、こういうちゃんと完成感もない、そういう気持ちで手紙を書くと気を置いてやろうとするわけだから、あんまやっぱり自分を律して、この秋になってこうやってね、自分で自分自身変動と向き合いながらしっかり取り組んでいけるのか、だから誰が見てる見てないじゃなくて、何も見てない自分の中でしっかりね、反対状況管理などをしながらしっかり手紙を書く。当店の無料小冊子大人の剣道部7つのルールができました。概要欄のリンクから今すぐスマホでご覧いただけます。